ははいいこんにににちはレトスノーノですす本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます6月に入っても成果が見えない覚えられない勉強が進まないこのようなお悩みないでしょうかもし1つでも当てはまるようでしたら6月に入っても成果が見られない方へ3つのアドバイス という動画をぜひ参考にしてみてください。これはこの動画の概要欄に URL 貼っておきます。また短期集中実用カップ講座の現在の割引価格は本日までとなっております。明日になりますと値上げとなりますのでご注意ください。この短期集中実用カップ講座は中卒で法律知識ゼロ。元飛び職の方がたった3ヶ月で一発合格できた講座となっております。またその他にも育児、家事、ダブルワークで 0歳児のお子様をお持ちのシングルマザーの方は4ヶ月で一発合格できました。今年はあなたに合格していただきます。今日の24時までが現在の割引価格です。調べる時間を削減して今年絶対合格したいという方はぜひお申し込みください。他の通信講座や他の予備校を通っている方も、この弊社の短期集中持続アップ講座、併用して受講されている方もいらっしゃいますので、その点もご安心ください。 その場合は弊社の短期集中辞職アップ講座の教材で理解学習をした後に今お持ちの他の予備校や他の通信講座の演習問題とかを行っていくのが効率的です。この点についても受講していただいた後にご相談に乗りますのでお気軽にメールいただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。え建物に留置権を有するものは 当該建物の火災によって生じた保険金から優先的に弁済を受けられるルか×かという問題ですえ考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください答えは誤りですね留置権っていうのは物上代性を有しませんそのため保険金から優先的に弁済を受けることはできないということなんですね 留置権っていうのは目的物を留置することにより、まあ、目的物っていうのは今回の問題で言ったら建物ですねこれを留置することによって弁済を促す権利だからなんですねこの問題っていうのは基本的な問題なので覚えておけば解けますただそんな勉強では本試験では対応できません留置権についてはあまりテストにも出ないのでそもそもどんな権利なのか何がポイントなのか他の分野とどのようなつながりがあるのか これらを理解していない方が非常に多いですそのような状況では合格はできないです必ず理解しておきましょう権利関係は捨てるっていう方いますけれどもそれは非常に危険です捨ててしまうと権利関係で4点ぐらいしか取れなくなっちゃうんですねこれでは他の分野で85%以上点数取らないといけない計算になっちゃうんですよこれだと正直難しいですよねそれであれば権利関係で最低7点これを取れるようにした方が合格しやすいです 権利関係を全て捨てるというのではなくて、半分取れるくらいの実力をつけるようにしましょうえ。そのためには過去問レベルはしっかり理解しておくようにすることが重要です。捨てるのではなくて、最低限の実力はつけておく。っていうことですね。で、問いにですね、免許の用費です。E が所有するビルを賃借している F が、不特定多数のものに反復継続して転貸する場合、 E は免許を受ける必要はないが、F は免許を受けなければならない。丸かかという問題です。まず、E さんが所有しているビルがあって、それを F さんが借りているんですね。賃借しているというのは借りている。つまり、E さんがオーナーであり貸主です。で、F さんがま借り主なんですよね。で、この F さんが不特定多数のものに反復継続して転退する。これ、転退ってまたがしなんですね。 そういった場合ってことは F さんは天体主、ま、た貸しをしている貸主なんですね。そして質問内容は2つあります。E は免許を受ける必要はない、丸かツか。F は免許を受けなければならない、丸かツかと。2つ質問されているんですね。で、まず E さんっていうのは、まあ、所有者であり、かつ貸主なんですね。そして貸主が行う賃貸する行為。これは取引に該当しません。従って免許不要。 また F についてなんですけども、F は E から借りて、それを転貸してますよね。また貸しをしている。で、借りる行為、また、また貸しをする行為。いずれもこれ取引に該当しません。従って F も免許不要です。そうすると、これ前半は正しいんですけども、こっちですね。F は免許を受けなければならない。これが誤りになります。で、問いです。 F が市街化区域内に所有する2500平米の土地について G が銀行から借り入れることができることを停止条件とした売買契約を F と G との間で締結した場合つまり F さんが売り主で G さん買い主ですそして G が銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日この日から起算して2週間以内に G は事後届出を行わなければならない丸か×かと。 いう問題でですねでまず市街地区域内の2500平米の土地の売買なので事後届では必要ですそしていつまでに事後届出をしなければいけないのかこれは停止条件付きの売買であっても原則通り契約を締結した日から2週間以内なんですねで今回の問題でいうと銀行から購入資金の借り入れることができることに確定した日 つまり銀行が貸してくれますよって言ってくれた日その日から2週間以内ってなってるんですよねなのでこれが誤りなんですよこの日からじゃなくて契約を締結した日この日から2週間以内に G は事後届け出を行わなければなりませんよって誤りになるということになりますそして初めにもお伝えをした6月に入っても成果が見られない方へ3つのアドバイスこの動画は 最後にリンク貼っておきますのでそちらからご確認いただけます。また短期集中自助カップ講座の現在の割引価格は本日までです。明日になると値上げとなりますのでご注意ください。また今から勉強を始めるという方でも勉強の仕方を間違えなければ、つまり理解学習ができれば今年の合格は十分可能です。逆に理解学習ができなければ何年勉強し続けても合格できないので注意をしましょう。 今からであれば、今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期講座はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからお申し込みください。あなたの受講をお待ちしております。レトスののでした。